父が大手葬儀社で40年近く働いていまして、それを退職した際に私はOL をしていたんですが、まだまだ元気だった父がいましたので、母と話している中で、何かできないかなっていう話がよく出ていました。それでは皆さんに恩返しするようなつもりで何かできないかということで3人で話しまして、そこからOL だった私も何か手伝おうということで葬儀の仕事をスタートする形になりました。私ども吉本葬祭は私と私の両親とあと男性の4名で現在やっております。大手葬儀社さんからすると本当に極小の吉本葬祭なんですが、そういった中でやはり少人数だからこそすぐにお客様にこうしてあげたい、ああしてあげたいという希望があった時にそれを対応するという即決できるというのが非常に私どものところではお客様満足を得ております。葬式というと白黒というイメージとあと菊の花というイメージが強いかと思いますが、やはり私と母という視点で女性の目線からするとそういった葬儀というのはどうしてもちょっと暗くてちょっと怖いようなイメージがあったものですから、まず最後に故人様とお別れする空間を優しく美しい何か温かい空間でお送りしようということになりました。まず生花祭壇といって今まで白木の祭壇が多かったと思うんですが、全て写真の周りをお花で飾ったりですとか、お棺の周りをお花で飾るような形にさせていただいたりですとか、あと出棺といって故人様と最後お別れをして送り出す時にもその生花を全て棺の中に敷き詰めてお送りするという形にしました。でまた弔問の方をお迎えする入り口のあたりには静岡の伝統工芸でもある駿河竹千筋細工というものを使いまして、行燈ですとか紀中すだれというものは非常に伝統工芸で素晴らしいものだったので、美しいビジュアルで弔問の方にも少し温かい空間を提供するような形にさせていただきました。鮮魚店を長年営まれていたおじい様がいらっしゃいまして、その時にはご遺族の方には初め内緒だったんですが、お花屋さんに頼みましてお花でマグロの形を形取っていただいた祭壇を作らせていただいたんですが、でそれをお通夜の席で説明してした際なんですが、お孫さんやお身内の方が皆さんすごく感動してくださいまして、携帯で皆さん写真を撮ったりですとかおじい様との思い出話にすごく花が咲いていたというのが印象深く残っております。葬儀に関していろいろな悩みを抱えている方も大勢いらっしゃいますので、そういったことを気軽に相談できるような声をかけていただけるような、事務所というよりはサロンのような場として開放していくような場所でありたいなと思っております。